は中国人民解放軍の大将。本名は王宏信。1926年、中国共産党に入党し、故郷の農民運動を指導した。1927年6月、朝城破砕見陰において、農民自衛軍と上万農民を指揮して、地主を攻撃し、 三日間の激戦の末に三千人を倒した。続いて、大巻儀に参加し、高能革命軍学党軍隊長、文隊長を務める。その後、中国高能工軍大四軍大隊長代表、支隊長、団長を歴任。1931年2月、第三十弾を率いて、読南新州を攻撃し、行動爆破法を用いて、 攻略に成功した。同年3月、第30弾を指揮して総発進の戦闘で、主攻を担任し、国民党軍第34子を撃破し、市長の竹一瞬を捕虜にした。同年11月、第4方面軍第11子市,市長に任命。気圧戦役中、三個弾を指揮して、敵の三個旅を撃破し、他部隊の気圧攻略を支援した。 後に第73市市長に任命。1932年10月、第四方面軍主力が、兵艦鉄道沿いに西に転移した時、王樹勢は、敵の追撃を阻止し、大友江山を停進して、両下口を占領し、第四方面軍の進路を打開した。1933年7月、第31軍軍長に任命。1934年、 第四方面軍副総指揮となり、戦線イケル区の反三素地囲い以を指揮した後、治む金人内、有敵、侵入の積極的防御の戦略方針の下、十二個団を指揮して敵の進行を阻止し、総指揮除向き前の反撃を助力した。十ヶ月間の戦いで、八万人の敵軍を撃滅し、国民党軍の六素地囲い以を挫折せしめた。 1935年3月、過量抗戦役を指揮した後、調整に参加。1936年10月、中国共産党中央軍事委員会の命令により、第四方面軍の一部を港がを溶かさせた。1937年3月、西地軍の火星騒動での失敗後、小部隊を率いて、キレン山で遊撃戦を展開したが、3ヶ月後、 部隊は称賛し、単身で、戦北に到達した。日中戦争時、進む清軍区副司令員、司令員代理、対抗軍区副司令員、河南軍区司令員を歴任し、地方武装勢力の抗日遊撃戦を展開した。国境内戦時、中原軍区副司令員、第一重隊司令員権勢人員を歴任した。1946年、中原突破を指揮し、 左次軍を率いて、武藤山区に侵入し、学生北遊撃ねスウェッチを開拓した。その後、学生北軍区司令院、学与軍区司令院等を歴任。中華人民共和国建国後、湖北軍区副司令院、司令院、中南軍区副司令院となり、国民党の残存勢力と土肥の総統を指揮した。1954年、国防部副部長。 1955年、人民解放軍総軍海部部長に任命。同年、大将の階級を授与される。1959年、軍事科学院副委員長。1972年、軍事科学院第二政治委員。中共第八回第十回中央委員に当選。1974年1月7日、北京で死去。ありがとうございます。